こんばんは。ちょっとベッドでゴロゴロしてたら想像以上に髪の毛がボサボサでした。もうお風呂に入ってあとは寝るだけです。わっ、和孝さんお疲れいっぱいくれた、ありがとう。和孝さんもお疲れ様です。わ、大輝くんお弁当ありがとう、嬉しい。今日はこのあと23時50分から、あ、間違えた、23時じゃない、25時30分、23時25時、このあと25時30分から千葉テレビでドラマ GICC 始まります。千葉テレビドラマ GICC ガールズインコンカフェ始まります。皆さん見てね。ちょっと今日は朝とお昼、お昼ぐらいか、お昼ぐらいと夕方に配信したので、ちょっと15分だけ最後のおやすみなさい配信をしに来ました。ファンの方からいただいた、カフェイベントでいただいた551のちまき食べきっちゃった。めちゃくちゃ食べきった。めっちゃ美味しくてめっちゃ食べた、ありがとうございます。わあ、すごい、シーカーさんが天むすくれた、ありがとう。あ、カフェイベ当選してちゃんと入金もしたよって、ありがとう、待ってます。今回も5月3日たくさんのカフェイベント応募ありがとうございます。5月3日そう、3部のコンビニ入金の方の締め切りが本日の23時59分までで、1部2部当選した方は明日の23時59分までです。お忘れなきよう。そして5月4日のファンクラブのファンクラブイベント2次申し込みが明日からです。ついについについに明日から始まります。皆さん5月4日もうめちゃくちゃお待ちしております。めっちゃたくさん歌います。ソロコンサートです。ソロコンサート並みに歌います。自分でセットリスト組んでこれ大丈夫かなって思うぐらい歌います。ですし、もう事務所が頑張ってくれて私のわがままを聞いてくださいまして、 AKB では絶対に歌えない楽曲をたくさん歌いますので、ので、ファンクラブイベントは1年に1回ぐらいしかできないなっていう
感じなので激レアイベントになります。お待ちしてます。あくびの顔がとんでもなくブサイクだった。あと舞台を、私が出演してる舞台を見に来てくださってる方とか、私が出演してる舞台を見たことがある方はめっちゃ激エモなところもあると思いますので、そちらもお楽しみに。ファンクラブイベントのためにネイル変えようっと。すごいなぁ。明日は夜ちょっと配信できるかわからないので、明日朝配信します。9時から11時とかぐらいにメイク配信します。9時とか9時から11時あたりに。今日買って届いたディオールのファンデーション使うの楽しみ。0番っていうめっちゃ明るい色を普通の色のファンデーションと混ぜて使いたいなと思って買いました。なんか下地を塗った後にファンデーション塗ると自分の肌よりも暗くなっちゃって、メイクした後の肌のトーンの方が。すっぴんの時の方が肌トーンが明るいのがなんか嫌で、合ってる肌トーンの見つけんの難しいと思って、ちょっと自分の持ってるファンデーションと、あと新しく買ったディオールのファンデーションを混ぜて使いたいと思います。ファンクラブイベントに合わせて次はネイルをするので楽しみ。あ、劇団東証友の会入ったよって。すごい、ありがとう。準備満タン、白雪姫へ向けて。7月はね、髪色暗くします。なんか本当はね、白雪姫だから髪の毛真っ黒にしたかったんですよ、本当は。ただそのあのビジュアル撮影が
舞台私たちが鎌倉じゃないあれ鎌倉で合ってるか、あれ私たちが鎌倉に来たのはあれえなんだっけ、私らのタイトル忘れた私たちが鎌倉に来たのはただしらす丼を食べるため、え、そんなタイトルに鎌倉って入ってたっけ、待って、え、合ってる、これだっけタイトル、私ら私たちが鎌倉に来たのはただしらす丼を食べるため、これか、なんかただしらす丼を食べるためと私たちがは覚えてんだけど、鎌倉に来たのはって言ってるか、合ってた、あ、ごめんなさい、そう、私たちが鎌倉に来たのはただしらす丼を食べるための本番の本番小屋入りのその前日、最終稽古が終わって次の日でっていう、あ、違う間違えた、小屋入りして私たちはボクシラがあるから休みで初日を迎えたんだ、だから本当に舞台初日の前日だったんだ、舞台初日の前日に白雪姫のビジュアル撮影をしたから、でそれも私がその日しか空いてなくて3月いっぱいまでに、だからその日だったんだけど、その日にしてくださって、でそのお姫を髪の毛茶髪だったのよにしたくて、お姫は真っ黒髪ではなかったから、舞台前日だったからさ、本番の初日の前日だったから染めるっていうことができなくて、で真っ黒じゃないんですけど大丈夫でしょうかって、そもそもショートカットでもないし、でも本番は暗くして挑みたいなっていう気持ちです。だから7月髪の毛真っ黒かも、お姫の時はわざとあのお金もないから、お姫ってお金持ってないからわざと美容院行かずにあのプリンな状態で挑みたくて美容院行くの我慢してたんですよ。で抜けたちょっと汚めな茶色でやりたくて、そうだからその状態でビジュアル撮影本当はめちゃくちゃ嫌だった。ビジュアル撮影のためにコンディション整えたかったんだけどちょっとねできなかったんですよね、スケジュールの問題で。でもそう劇団東証さんが大丈夫ですよって言ってくださって、本番もポスターぐらいの髪色なら大丈夫ですよって言ってくれてるんだけど、私の気持ち的にただ私の勝手なこだわりで暗くします。858日連続ありがとう、858日を迎えました、イエイ、本日も無事に、あ、ブーくんチョココロネタワーありがとう、かわいいチョココロネかぶってる、今めっちゃパン食べたいの、ファンの方からいただいたね、カフェイベントでいただいたトリュフ塩とトリュフオイルとトリュフバターでパンを食べたいの、あとエビバター、
あのカルディのエビバターをいただいたので、それでもパンを食べたいの。パンにつけてやら美味しいのが大量にある。楽しみ。ではちょっとお礼をさせてください。あれ？なん？ブー君、チョココロコロネだ。だよ、その間違いは。ダメな間違いだよ。チョココロネクマちゃんタワーありがとう。なんか想像してた文章と違うことが打たれてた。ありがとうプーくん、イエイ。だんだん、ありがとう。イエイ、ありがとう。嬉しい。パン食べたいって言ったからチョココロネにしてくれたのかな。違う。嬉しい。明日は朝の9時から11時とかそれぐらいにメイク配信しますので、見れたら見てね。ちょっと夜配信できるか微妙なので朝メイク配信します。ではランキング読みます。13位ソフトさん、12位早送りカレーうどんさん、11位ヒロさん、10位村上さん、9位マッさん、8位シュンゴさん、7位バサシ、6位クロ、5位プロちゃん、4位大輝くん、3位カズタカさん、2位シーカーさん、1位ブーくんです。ありがとう。皆さん配信見てくださりありがとうございました。ではまた明日9時から配信します。おやすみなさい。